ありがとうございました。シモン・アンナ聖歌隊の賛美に感謝いたします。本日お伝えしたい内容は問い告げる信仰となります。申命記32章の7節を本文としていますが、この内容をもって御言葉を勉強したいと思います。申命記32章の7節の内容はモーセの最後の告別説教と呼ばれる最後の説教の中心的な内容であります。カナンに入る直前の荒野で生まれた第二世代に対する御言葉ですが、信仰を継承することの大切さについて語っている内容です。イニシエの日を覚え、ヨヨの年を思え、あなたの父に問え、彼はあなたに告げるであろうとなっているんですけれども、モーセは主が行われた昔のすべてのことを思い起こし、それについてしっかりと考え、それについて聞いたりまた答えたりするなどの信仰の継承がなされることを願っているのです。中でもあなたの父に問え、彼はあなたに告げるであろうという内容について注目したいと思います。どれだけ自分たちは聞いていてまた答えているのかについて考えてみたいと思います。まず第一、あなたの父に問えなんですけれども、括弧1、その問いの対象、聞く対象として父となっているんですけれども、長老たちと父が登場しますが、父はヘブル語でアブ、父親の意味です。そして各世代をリードしていた信仰のリーダーたち、つまり族長ですね。その当時の親のように各世代の親的な存在、霊的な指導者を指しています。そして長老たちが登場しますが、ヘブル語でジャケンという単語です。お年寄り、長老という意味なんですけれども、年を取っている長老とも考えられますが、出エジプト記3章の6節、そして18節までを見ていただきますと、イスラエルをエジプトから脱出させるためにモーセと共に議論していたイスラエルのための当時のリーダーたち、彼らを率いていた長たちを指しています。つまりこの父と長老たちというのは、神様の御言葉を毀損したり損なうことのなく従順して御言葉に根をついてしっかりと長い歳月を過ごしてきた当時のリーダーたちであって、知恵を求め、そしてアドバイスを求めるべき対象を指しているのです。それでは括弧に、問えとなっているんですけれども、問えという言葉の意味です。問いなさいというのはヘブル語でシャールと言いますが、要請する、申し込む、願うという意味です。物乞いが、それこそ乞食が物乞いをして金だったり食べ物を得るように、信仰的な困難や厳しさに当たるたびに父たち、そして長老たちに積極的に願って意見をいただくことで、信仰の困難や厳しさを克服することを指しているのです。イスラエルの民がいろんな壁にぶつかるときに直接神様に聞いて、そして神様の人である当時の預言者たちを通して神様に全てのことを申し上げて、いろいろと知恵をいただいていたんですけれども、中でもダビデは数多く何回も何回も神様に直接ご意見を聞いて答えをいただくような人生を生きていました。サムエル上23章の1から2節です。ダビデが重ねて主に問うたところ、主は彼に答えて言われた。立って帰来へ下りなさい、私はペリシテ人をあなたの手に渡しますと。このようにダビデは危機を迎えるたびに神様に問い、そして
問いかけてくるダビデに主は必ず答えてくださいました。主の答え通りに行った彼は、サムエル23章の5節なんですけれども、ダビデとその従者たちはケイラへ行ってペリシテ人と戦い、彼らの家畜を奪い取り、彼らを多く撃ち殺した。こうしてダビデはケイラの住民を救ったとなっています。またサムエル上30章の3節、ダビデと彼のもとの人たちはその町に来て、町が火で焼かれ、その妻と息子娘らが捕虜となったのを見たとなっているんですけれども、8節です。こうした危機の中で、またダビデは神様に伺いました。伺い立てていったとなっているんですね。私はこの軍隊の後を追うべきですか、私はそれに追いつくことができましょうかと聞いたところ、主は答えて言われました。追いなさい、あなたは必ず追いついて確かに救い出すことができるであろうと。その結果、サムエル30章の18から19節が結論となりますが、ダビデがアマレク人が奪い取っていたものをすべて取り戻して、2人の妻も救い出すことに成功します。そして彼らが奪い取られていたすべての息子娘、そして奪われたもの、何をも失わないでダビデが皆取り戻したとなっています。この内容から注目したいところは、ダビデは同じ内容に対して神様に2回も聞いていたということです。1回目、ペリシテ人が攻めてきました。ダビデは神様にどうすればいいんですかと問いましたね。そしてそこに主が答えられ、主のお答え通りに行ったら彼は勝利をすることができました。しかし間もなくしてまた2回目、今度はアマレク人が侵略してきます。一般的には前に教えてもらったやり方、教えてもらった通りにやろうとするのが一般的な人でしょうか。ダビデは改めて神様に聞きました。そして主は改めて答えてくださって答えをいただいたんですね。そして今度は1回目とは違った方法を教えてもらったのです。そしてその教えてもらった通りに行ったら、彼は何をも失わずに全てを取り戻すといった完全なる勝利を得たのです。このようにダビデは自分の全ての考え方、意見をなくして、身を低くして謙遜に同じ質問を2回もするという、つまり主に遠慮なく聞く勇気を出して主に全てを議論するという姿勢を持っていたのです。マタイ26章の38から39節を見てください。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて私と一緒に目を覚ましていなさい。そして少し進んで行き、うつ伏しになり祈って言われた。我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってくださいと、イエス様ご自身こういうふうに祈られたのです。このようにイエス様は十字架の痛みを目の前にして、まず神様の御旨を求め、そして主の御旨通りになされることを願ったのです。そしてやはりその祈り通りに、主の御旨通りに十字架につけられ、亡くなられ、3日目に復活されることで全ての死を打ち破るといった勝利の御業を成し遂げられたことが分かります。ということで、自分たちどれだけ聞いていて、どれだけ互いに答えているでしょうか。そして間違いなく神様は自分たちが聞いてくるのを待っておられるということです。道に迷っている人はやっぱり行くのをストップして、通りを過ぎている人に道を聞くんですね。となると聞かれた人としてはやはり足を止めて教えてあげるわけです。このように迷っている時、神様に聞くべきであるということです。主は待ちに待っておられていて、自分たちが解いてくると何よりも正確で確実な説明をしてくださる、教えてくださるということです。続きまして、第2位です。父に問え、
長老たちに問えに対してあなたに告げるであろう語るであろうとなっているんですけれども、告げる語るについて見てみたいと思います。括弧1、まず告げるであろう、ヘブル語でナガドというんですけれども、何かものを高いところに置いてたくさんの人が見て分かるようにする、目立たせるという意味です。つまり神様が何か幻や夢を通して何かを教えてくださったり見せてくださったり、預言者たちを通して主の御言葉を述べされるときにこの表現が使われます。説明は사전적의미로찾아볼때어떤일이나내용을상대편이잘알고告げるというのは何かに対してその事柄や内容を相手がよく分かるように解説するという意味です。自分が知っているものを相手にうまく分かるように伝える、理解してもらえるくらいの説明をするという意味です。ヨハネ17章の25から26節を見てください。세상이아버지를알지못하여도나는아버지를알았었고저희도아버지께서나를보내신줄알았었나이다내가아버지의이름을저희에게알게하였고또알게하리니이는나를사랑하시는ヨハネ17章の25から26節です。나도저희안에있게하리니라라고말씀하고있습니다이것은예수님의고백으로これはイエス様の告白であり、世の中の人がイエス様のことが分からなくても父を分かっておられる主がご自分の知っている父を自分たちにも教えてくださるという内容になっています。自分がまずはっきりと分かっていてこそ人にも分かってもらえる、説明できるということです。正確な答えを주고正確な説明を해줄수있는것인데두번째로살펴볼이르리로다에도같은의미가있습니다작은두번째로이르리로다를살펴보겠습니다括弧2です。語るであろうなんですけれども、語るであろうというのはヘブル語でアマルと言います。喋る、語る、証明する、答えるという意味です。しっかりと分かるように答えるという意味です。聞いてくる内容に対して教えてあげること。ヨハネ16章の24から25節を見てください。これまでは私の皆によって何も求めていなかったが、求めなさい、そうすると与えてもらえるであろうと。そして時となると父に対しても分かるように説明してくださるとなっているのです。はっきりと分かるようにしてくださる。しかしただ何もしていなくても教えてくださるんじゃなくて、求める者に対して分かるように教えてくださるとなっています。なので求めなさいというのはギリシャ語でアイテイテというんですけれども、引き続き求めなさい、引き続き要求しなさいという意味です。子どもたちがそうなんですね。とにかく引き続きしつこく聞いてきます、しつこくねだってきます。これって何色、赤色、なんで、こうだから、なんで、これは何で、引き続きその質問が絶えないんですね。その絶えない質問に対してとにかく大人としては、両親としてはそれを教えてあげるはずなんです。そして子どもたちは教えてもらった内容をもとにしていろいろ納得したり学習したり覚えていくわけです。しかし自分がもう十分分かってきた、自分の考え方、自分の基準がちゃんと決まっていくと、もうそれ以上聞いてきません。私は今中東部を担当させていただいているんですけれども、中東部は土曜日士官学校で救済書を勉強しています。第7巻実会について勉強しています。そして最近第4安息日を覚え記憶を守りなさいという戒めを勉強したんですけれども、私はこれを賛否両論を行ってみました。その前に学生たちにこの戒めの内容に対してちょっと困難しちゃいそうな質問を先に提出して、
その内容についてまずそれなりに考えてみて、混乱しそうな概念について一応考えてみてくださいと宿題を出したんですね。私は正直の話、あんまりこれを深く考えてもらえないだろうと、そんなに質問も来ないだろうと思ったんですけれども、意外とですね、学生たちはすごく熱心に勉強してくれました。普段悩んでいた、そして普段迷っていた信仰の問題を積極的に手を挙げてアピールしてくれて、聞かせてくれて、自分たちの悩み、いろんな心配、疑問、それぞれの考え方を通りにいろいろ展開してくれたので、本当に大人である自分たちって、子どもたちが聞いてくるまでにただ待っていたのではないかと、逆に子どもたちの意見や今の考え方についてなかなか聞いてあげた覚えがないので、ただ一方的に教えるばかりではなかったのかと反省する時間もあったんです。イスラエルにはハブルタという教育法があるんだそうです。伝統的なイスラエルの教育法なんですけれども、すべての勉強は質疑応答となっています。質問する瞬間、その思考の門が、扉が開けて、答えるためにすべてを動員するという訓練なんです。今もイスラエルはこのハブルタというやり方を通してイスラエルのすべての歴史を教え、イスラエルの信仰を継承するということなんですけれども、しかし一般の人は年を取っていくと、自分が知っていることがいっぱいとなっていくと、それ以上を疑問に思いません。自分の経験でも十分分かるようなものになってしまうので、自分の思い込み通りに実践する、行動する、大人になってしまうんです。しかし自分たちが大人になっても忘れてはならない事実があります。神様は解いてくることを待っておられるという事実です。時には自分たちが聞いてこない時に、神様は問いたくなるくらいの状態まで自分たちを追い込んでいったりもされます。っていうのは、一番正確な答えを知っておられる方は神様であるためです。なので自分たちはたゆまずに神様に聞いて、質問して、また答える姿勢を持っていなければなりません。子どもたちが自分たちに気になれば聞いてくるだろうって待つばかりじゃなくて、逆に自分たちが聞いてみるといった姿勢も必要でしょう。それが最後の遺言のとして願っていた信仰継承の方法です。内容をまとめたいと思います。結論となりますが、信仰生活における問いかけ、そして答えに対しては中断、それは止まってはなりません。神様に対して質問して答えをいただく信仰は、神様と絶えまずに対話する信仰であり、その質疑応答によって信仰の継承もなされるためです。カナンに入ってからも信仰の先輩たちと熱心に神様に礼拝してきたイスラエルの民、しかし彼らが全部死んでから、そこから生まれてきた第2世代は、神様がイスラエルのためになされた偉大なる奇跡についても教えてもらえなかったので、理解できていなかったので、ただただ悪を行っていました。質問しない世代、答えもしない世代になってしまったので、結局それから暗黒期と呼ばれる獅子時代が来てしまいます。獅子記2章の10から11節、여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라 라고 말씀하고 있습니다. 그리고 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 주を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こったとなっています。このようにイスラエルは340年という霊的な暗黒期、いわゆる獅子時代を迎えてしまうのです。このように主がなされたことに対して聞いてくる人がいなくなってしまうと、そして答える人もいなくなってしまうと、モーセの切なるその遺言の内容が実現されない、途切れてしまう、そして暗黒期を迎えてしまうといった悲劇があったのです。愛する信徒の皆さん、カナンに入る直前、切に叫ぶそのモーセの声が、天国に入ることを願っている自分たちの耳元へモーセの声が叫んでいるわけです。
これは私たちに与えられている使命なんです。なのでこまめに聞いてまた答え、信仰継承の道に歩んでいくとなると、その聞く、そして告げる、答える、この道の目的地、到着地は自分たちの願っている天国なんです。熱心に聞いて熱心に答えることで主が待っておられる、そして主が祝福してくださる信仰となるように心から願います。ありがとうございました。